見て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 これ。これ何だと思いますか？ティファール。これですね、スチームなんですよ、スチーム。スチームをちょっと買いましたね、これ。医療品用のスチームですわ、これ。シワ伸ばしとかね。はい、なんかそういうのに使えるというやつでございます。ちょっと今アイドリングタイムですけども。こうやるわけですね。あちっ！まあ、なんかスチーム当てるとですね、まあ、シワも伸びるんですけど、まあ、消臭とかね、なんかそういうのにも使えるということなので、なんか調べたらこれが一番熱っ、一番いい感じらしいんで、総合的に。はあ、買い足して。今日なんですけど、もうなんか竹林野郎がうざいっていう話をしようかなと思ってて、ほんとうざいんですよね、僕昔から嫌いで、そういうやつ。竹林野郎ってね、一番嫌いでね、先生に言っちゃおうみたいなやつ。先生に言っちゃおうみたいな。そういうやつがね、昔から嫌いで。どういうこと、何を言いたいかというと、ね、もうさ、めんどくせえんだよ。いちいち俺に言ってくんだよ。弟はなんとかやってましたけど、どうですか、どう思いますかとかさ、もういちいちめんどくせえんだよ。ほんとうざい。そういうこと言ってくるやつ。何が聞きたいの、俺の。どうでもいいんですけど、1プレイヤーとして何かやってることに対して、なんで俺がいちいち、何か言わなきゃいけないんですか、僕は。なんで意見求められるんですかね、僕。俺の意見聞いてどうすんの？どうでもいいじゃん、そんなの。って思っちゃうんですけどね。どうなんですか、わかんないんですけど。何目的なん、何を言ってほしいんだろうな、とか、俺に対して。そのね、もちろんね、本当に、世間様に多大なるご迷惑をおかけしました。例えば犯罪してしまいましたとかね。だったら、俺がね、確かに、まあ、なんか、こう、出てというか、なんか僕が、それに対してコメントすべきだなとは思うんですね。そういうシチュエーションなら。それがね、なんか、ただ、なんか、そうでもないのに、なんか、いちいちね、僕になんか、お伺いを立てようとしてくるような、やつの気が知らないですよね。な、これこういうことやってましたね、とか。知らんやん、別に。それは奴は奴で、まあ別に弟だから家族ですけど、ですし、まあ僕がね、YouTube に引き込んだっていうのもあるんですけど、奴は奴で考えてやってるし、やった結果の、もろもろは自分で引き受けるべきだし、引き受ける覚悟でやってるわけですよ。ね、おそらく。自己責任でというか。ね、やったことが例えば批判を生んだとしても、それは自分の責任だし、ね、まあ、ね、いや、そういうスタンスで、まあ、やってるはずなのに、それ、いちいち、なんかね、なんなんですかね。よくわかんないんですけど、僕にいちいち言ってくるやつの気が。で、そういうやつに、変にコメント欄に汚されるのが一番嫌なんですよ。ね、
僕が、その動画で伝えたいこととか、そういうこととは全く関係ない、そういう話をね、コメント欄にぶっこんできて、そういうので、なんか変に盛り上がってるのって、もうほんと、水を差すようなことやめろ、やめてくれって思う、いっつも。なんで？ここよそでやれや、お前ら。知らねえけど。めんどくせんだな。まあ、大体暇人だろ、そういうやつって。何を聞いてんだよ、俺から。もうほんとそう思う。何？それチクってどうすんの俺に。めんどくせえよなっていうか、なんでかね、まあそういうこともそうなんですけど、なんかね、やっぱね、他人の人生に興味がありすぎるんですよね。なんか、そのネット上にはびこってる暇人って。って思います、すごく。え、なんでそんなに他人の人生に興味あんのって思うんですよね。僕はね、本当にこれ理解できないんですよ、僕は。これ。僕ね、YouTuber と言われる人たちの動画、まあ見ます。まあ見ます。うん。あのね、コメントしたこと一回もないんですよ。何してようが。うん。あ、なんかやってんな。で、おもろいか、おもろくないか、見たいか見たくないか、だけなんですね、僕の感覚。本当にそうで。だから、そういう俺からすると、そのさ、あ、面白いですねとか、そのポジティブなコメントとか、応援するようなコメントはすごい、いいことだなと思うんですよね。フォロワーシップというか。でも、そうじゃなくて、なんか、その、誰かの動画を見て、なんか嫌な気持ちになるんだったら、見なきゃいいと思うんですよ、僕。あ、見るのやめよう、こいつ。で、終わんないの？なんでそこから先になんか、その、あるのかなっていう。うん。よくわかんなくてですね。僕、本当に理解できないんですよ。そういう気持ち。なんで？俺が、年食ったから老害になってる俺。わかんないだよな、本当に。嫌だなって思った、その先の、もうどうしたどうした？ダースベイダーみたいになってるけど。ダースベイダーか、おい、どうしたどうした？おい、ダースベイダー。スッシュっていうかね。だから本当ね、他人の人生に興味がありすぎる人が多いというか、逆に言うと自分の人生に興味がないやつが多いのかなとかっても思ったりするんですよね。なんか、隣の芝ばかり見てる感じのやつがめちゃ多くないですか？僕の印象としてなんですけど。で、裏を返せば、他人のその予想んちのね、庭ばっかり見てるっていうことに対して時間とかエネルギーを割いてるってことは自分の庭ね、自分の庭がおざなりになってるっていうことでもあるわけじゃないですか。だし、自分の庭がおざなりになってるから、なんかまあそっち見ちゃうのかな。なんなんだろうなっていうか、隣の芝ばかりなんか気にしてるというか、お前、隣の芝ばっか見てなんかいろいろね、口出してるのはいいかもしんないけど、お前自分の庭ひでことになってるぞみたいなやつ。自分の庭荒れ果ててるやんって。お前それで人の庭に口出せんのみたいな。お前よそ見してる場合じゃなくね？まず自分の庭をさ、しっかり耕すなり整備するなり綺麗にしようぜと。それからじゃないのって、僕はすごい思うんですけどね。だからなんか俺にさ、いちいちこうチクってくるやつもそういうわけじゃないですか。どうでもいいじゃん、そんな別に。俺がどう思うかとか、なんか別に。なんでそこ、それで、じゃあ仮に俺どう思いますかって、じゃあ俺が自分の意見言ったとしたらさ、へぇ、あ、そうなんですね。って終わるわけでしょ？そこまでの話なわけでしょ？へぇで終わる話じゃないですか、どうせ。なんかね、それはなんかね、最近、その、なんだ、他人の人生に興味がありすぎるやつが多いな、逆に言うと自分の人生にあんま興味ないのかなこいつっていうやつが多いなっていうのはすごいね、印象としてあって、そういうので、まあなんか別に僕に直接的なね、そういう被害じゃないですけど、僕が割を食うことがなければ、別にそういうやつらがね、世の中にいることは別にどうでもいいんですよ、僕に何の影響がないなら。でもそういうやつがなんか僕に直接的なコミュニケーションとかコメントとか残してきて、なんかしょうもないことをしてくるんだったら、僕はまあ、ちょっとそれは話は別じゃないですか。自分に危害加わるというか、何こいつうざって思うんで、めんどくさって思うんで、そうそうそう。何ですかね。
だからまあ思うんですけどね、自分の人生、自分の庭をもうちょっとみんなやろうぜっていうか、自分の庭に集中してたらそんなに他人の芝、隣の芝を気にするような暇とか余裕ないと思うんですけどね。僕も結構そうですけど、そんななんかね、他人の隣の芝ばっかり気にしてられないというか、そんな余裕ないというか、なんかまあ目の前のことをやるので、まあ結構ね、大変じゃないですか。目の前のことやるって言っても、やることなんて多分それぞれ皆さん いろいろね、まあその学生だろうが社会人だろうが多分いろいろあると思うんで、目の前のことってそれにこうなんかまあ取り組んでればね、そんなしょっちゅうやってる暇ないと思うんだけどね。っていうのはなんか思いましたね。だからまあ今後ね、まあとりあえずなんか僕にいろいろ言ってくるのやめてほしいなっていうのはすごいあります。どうでもいいんで。結論言っときます、最初に。どうでもいいです。誰が何やろうが。別にどうでもいい。僕にとっては。本当にどうでもよくて。それだけはちょっと言っときたいですね。これから誰々さんが、それはうちの弟とか関係なくですよ。誰々さんが何やってます、どう思いますか。聞いてきたところで僕全部どうでもいいって答えだと思います。どうでもよくないんだって僕勝手にやりますから、自分で。自分で発信しますから。どうでもよくないことに関しては。うん、発信してないとか、なんか反応してないってことは別にどうでもいいということなので、から、なんかめっちゃ思いますね。なんでかね、隣の芝が見えやすくなったってのもあるのか。これだけなんか SNS とかネットが発達して。今まではなんかあんまり見えてこなかった隣の芝の青さっていうのがなんか際立って見えやすいような、なんかまあそういうような感じにもあるんかな。だからよりそうですよね、まあ社会的なあれもあるんかな、環境というか、まあ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 そんな感じで、とりあえず僕にはいろいろ言ってくるのやめてください、だるいんで、はい、よそでやってほしいですね。そうやってちゃんと丁寧に答えてくれる人のところに行った方がいいですよ。僕答える気ないんで、そんなの。なんでね、言ってたらまた、またこいつ機嫌悪いなとか言われるのかな。そういうやつもだるいんですけどね。はい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 。うっすうっすうっすと。